皆さんどうもこんにちは、キャベツです。無人島に持っていくならパソコン、無人島に行っても仕事します。今回ご紹介するのはサバイバルゲームランキング。サバイバルゲームとは、主人公が何らかの理由で自給自足を強いられサバイバルをする的な感じだと思います。ゾンビものから漂流ものまで幅広くご紹介していきたいと思います。では行こう。第10位、ストランデッドディープ。ストランデッドディープはオーストラリアのスタジオが2015年1月23日に発売したサバイバルゲーム。トム・ハンクス主演の映画キャストアウェイから明らかにインスピレーションを得たと思われる本作で、映画同様飛行機事故で無人島に漂着し、最低限の道具と島の資源を使い過酷な環境を生き延びるといったストーリーで、島は小さく乏しい資源はすぐに底をつくため、プレイヤーは嫌でもゴムボートで大海原へ出ていかなければならないのですが、そこには不穏な音楽とともに忍び寄るサメの影。この時の恐怖感が半端ない。レベルやスキルといった概念はなく、運よく沈没船からお宝を見つけない限り、水中でサメと渡り合うのにいつまで経ってもナイフ一本ということも珍しくなく、一般的なサバイバルゲームと比較して少し難易度は高めです。島の浅瀬で簡単に捕まえられるカニや小魚で空腹度を満たすのは難しく、慣れないうちは大体餓死するかサメに襲われてあっさり死んでしまいます。ゲーム内には NPC も一切登場せず、聞こえるのは打ち寄せる波の音のみ。マルチプレイどころかコープモードも未実装なため、真の孤独と静寂を味わえる本作。第9位、ラスト。本作はゲーム開始直後、プレイヤー見知らぬ土地で目覚め、本作では都合よく最初から用意された洋服などは存在せず、文字通りの全裸の状態でゲームがスタート。手にしているアイテムは石と松明だけという原始的な状態がラストのスタート地点。プレイヤーはこの道具を使って何ができるのかを自分で考え出さなくてはなりません。サバイバルゲームである本作には体力、満腹度、喉の渇きという身体的概念が存在し、このステータスがゼロになるとプレイヤーは死亡。まずは食料と飲み水を確保して健康を維持することを考えましょう。素材を増やしていけばサバイバルに役立つ道具を豊富に生成できるので、できることの広がりに原始的に興奮することは間違いなし。また広大な自然の中にはもちろん野生生物が生息しており、時にプレイヤーの脅威となります。最初はその先に何があるのだろうという好奇心が先走りがちですが、フルチンの裸の状態からスタートするプレイヤーはあまりにも無防備なので、チンチンブラブラ状態でクマが襲いかかったら恐怖すぎるので、とにかく身の回りを充実させましょう。まだ本作はオンラインゲーム、 PVP に関するペナルティが設定されていないラストのフィールドでは、プレイヤー同士の容赦ない殺し合いと略奪行為が日夜発生しており、初見殺しが頻繁に行われております。手塩にかけて制作してきた建造物を突破され、膨大なコレクションを奪われる可能性も十分にあるので、常に危険と隣り合わせ。コミュニケーションからクラフトまで限りない自由を与えてくれるゲームを求めるユーザーにはおすすめの作品です。第8位、ザ・フォレスト。ザ・フォレストはまともや主人公の乗る飛行機が突如不安定となり島に墜落。薄れゆく意識の最中、一緒に移動していた息子がさらわれ、息子を探しつつサバイバル生活を送っていくというアドベンチャーゲーム。主人公が墜落した島は謎の食人族がいる島。その島で生きながらえながらどこかに連れ去られた息子を探し求めていくストーリー。そこら中に先住民族が存在し、丸太小屋を建てるためにせっせと木材を切り倒していたら、突然奇声が聞こえ、振り向いたら目の前に部族の方がいらっしゃる。しかし何もせずにこちらを見ている、みたいな謎すぎて怖い光景がたびたびあります。思いっきり心臓に悪いのですが、こういった緊張感がこのゲームの魅力に他ならない。ちなみに部族の方々との戦闘も一筋縄ではいきません。ガードを交わりつつヒットアンダーウェイでダークソウルよろしく、着実に相手の命を刈り取る必要があり、このあたりのメリハリも魅力の一つ。またこのゲームにはシングルプレイとマルチプレイの2種類があり、マルチプレイは特定のプレイヤーがホストとなって最大8人で遊ぶことができるコープモードと、専用サーバーを公開するディケイトサーバーの2種類があります。シングルプレイとマルチプレイの大きな違いは死亡時のリスポーン位置。シングルプレイは体力がなくなると島の住民である食人族に連れ去られ、彼らの拠点である洞窟の一つに拉致されます。シングルプレイではその洞窟内から再スタートするチャンスを与えられますが、マルチプレイでは倒れた後も洞窟に拉致されずに一定時間味方による救助が可能であり、一定時間経過後または諦めた場所から物語スタート地点からの再スタート。この洞窟から逃げ出すとも一苦労します。ゲーム自体人肉を食らう先住民族の島ということもあり、かなり狂い演出がありますが、他のホラーサバイバルとは一線を画す緊張感と恐怖があり、少し変わったゲームを体験したいならおすすめ。
第7位、7 days to die。 このゲームを簡単に説明すると、マインクラフトにゾンビサバイバルの要素を入れた感じでしょうか。ゾンビウイルスが蔓延するオープンワールドで、資源を集めながらサバイバルをするゲームで、最大の特徴がクラフト要素。マインクラフトのように木を切ったり土を掘ることで素材を入手し、家や拠点など様々なものを生成することができます。生存期間が長くなると、ゾンビさんたちがこいつ最近死んでへんな、強くなったろとなり、生存難易度が徐々に上がっていきます。また毎回ゲーム内での7の倍数の日の夜22時から翌日4時までの間、プレイヤーに向かって大量のゾンビが走って襲いかかるという恐怖すぎる世界に移り変わります。このように日々懸命に生き続けるのが基本ですが、実質のガチサバイバルは初めの1週間ほど。生活が安定しだすと、多少のゾンビの襲撃では鼻をほじりながら対応することになるでしょう。生活が安定してからは建築に勤しみ、拠点開拓を楽しみます。ある一定の水準まで環境を整えてしまうと、あとはまったり建築芸になってしまう本作。お散歩中のゾンビさんとも軽く挨拶を交わす中に、マインクラフトや街づくりが好きな方にはぜひプレイしてほしい一作。第6位、Days。Days は三人称視点のゾンビサバイバルゲーム。ゾンビウイルスのパンデミックが発生した旧ソ連の街に放り込まれ、収容人数最大60人のサーバーの中で他プレイヤーと殺し合い、時には協力し合いながら、とにかく生き抜くことが目的の本作。本作は序盤からゾンビに殺されまくり、死にながらゾンビの対処法を身につける、まさに死にゲー。そして次に待ち構えるのが食い物不足、飲み物不足。デイズはここがかなりシビアになっています。走り回っているとすぐに喉が渇き、腹もすぐに減ります。リスポーン地点が海岸に設定されている関係上、海岸沿いの町や探索スポットはほぼ他プレイヤーに荒らされていて、食べ物、飲み物は入手しにくいため、水に関しては噴水や池の水を飲むこともできますが、生水を飲むとこれらに感染する可能性があるというリアルな設定。まあ今なら多分コロナウイルスでしょうか。リアルを追求した弊害とも言えますが、アイテム管理がなかなか複雑。例えば拳銃についても言うと、他のゲームでは拳銃と弾薬さえあれば使えますが、デイズでは拳銃と弾薬に加えて弾倉が必要です。そんなリアルな弊害もこのゲームの魅力。サンドボックスの名に恥じることはなく、プレイヤーの数だけ楽しみ方が存在するゲームだと思います。第5位、アークサバイバルエボルド。2017年に発売され、現在も多くのプラットフォームでプレイされている大人気のオープンワールドサバイバルゲーム。恐竜が闊歩する無人島で、恐竜を手なずけうまく活用しながら生き抜いていくゲーム内容で、63平方キロメートルに及ぶ広大な無料の拡張マップも発表されるなど、魅力的なアップデートで飽きずに長く遊ぶことが可能な本作。はじめはキャラメイクから始まります。その後は妖芸あるある、世界に目的も何もかも不明瞭のまま放り投げ出されます。まあ実際もし自分が拉致されて謎の島に放り出されたとしたら、放り出した人がその理由を丁寧に教えてくれるはずはないので、この手もリアルだと考えましょう。何もわからないままに自分でどうすればいいのかを考え生きていくことになります。ゲームを開始して何をすればいいのか、現実の世界で実際こんな場所に放り出されたらどうなるのかなどなど、ちょっと真剣に考えるとプリッと音がして主人公がうんこしてますやっぱり緊張するとまあうんこしたくなりますよね。こういうとこもリアル。プレイヤーはスタート当初、おとなしい草食恐竜や小型動物を狩るのが精一杯で、大型の肉食恐竜も手なずけることは可能ですが、それには十分な設備と餌が必要。自分の空腹や喉の渇き、気温による体温の変化に注意しつつ、大型の強い恐竜を手なずけ拠点を拡張していきます。建築要素も充実しており、要塞から別荘まで自由度の高い建物の建築が可能。一人プレイでも十分楽しめますが、画面分割でローカル協力プレイヤー最大100人のオンラインプレイが可能。サーバーは有料レンタルサーバーを借りることで自分の好きなように設定できるほか、 PVP を選ぶことができます。自給自足をするために川などから水を引き、畑を作ったり、こうした原始時代の生活ともいえる日常生活は今では非現実的、生きるために必要なことですが、その生きるという行為がとても楽しくて充実する本作です。第4位、サブノーティカ。本作は宇宙船の墜落により遭難したという状況で生き延びつつ、惑星脱出を目指すゲーム。舞台となる惑星は 99% 以上が海という極めて特殊な環境で、そこに潜むのはエイリアンじみた見た目の生物ばかり。基本は飲食住を確保しつつ探索するゲームです。乗っていた宇宙船が墜落し、脱出ポットを出たところからストーリーが始まります。基本は空腹や喉の渇きに気をつけつつ、海に潜っている間は酸素ゲージにも気をつけながら冒険する形になります。拠
拠点作りやクラフトの際、特徴的なのは SF 的な世界設定を下敷きにしたお手軽さ。鉱石はインゴットへと一発で加工でき、某サンドボックスゲームのようにわざわざかまどのようなものを作る必要はなく、拠点作りに関しても部屋や通路単位で製作設置が一つの動作で実行でき、撤去の際も使用した素材をそのまま回収できるといった手軽さ。新しいレシピの取得すらスキャナーというツールを用いて、既存のオブジェクトやオーロラ号の破片から設計図を読み取るだけで進むので、ゲームは円滑に進みます。そのため本作はサバイバルゲームにしては比較的生活しやい部類のバランスとなっており、あまりこの手のゲームに慣れていない人でも楽しめる内容です。本作の世界には海が持つ恐怖とロマンが詰め込まれております。どこかに沈んだ沈没船、謎テクノロジーの海底遺跡という言葉に強い興味を感じるなら、間違いなく本作を楽しめるはず。第3位、コナン・アウトキャスト。1932年に出版された小説英雄コナンのシリーズをベースに作られたオープンワールドサバイバルアクションゲーム。ゲームの目的は本作の舞台追放の力の脱出で、プレイヤーは何も持たない状態から採集や狩猟を繰り返し、多種多様な道具や武器、拠点を作りながらクリアを目指します。本作の最大の特徴は敵対する NPC を奴隷として従わせられること。気づいた拠点で家事や精錬のような仕事をさせるのもよし、拠点に配置して敵襲に対抗する戦士とするのもよしと、様々な仕事を与えられるので、一人プレイの人手不足を解消してくれる存在でもあります。サバイバル要素だけではなく、キャラクターの成長や戦闘も魅力的。スキルポイントを割り振ることでステータスを成長、戦闘はスタミナに注意しつつ、攻撃回避をタイミングよく行う必要があるので、サバイバル生活に重きを置くか、戦闘を楽しむかによって上昇させるスキルが異なるため、プレイスタイルを左右する重要なポイント。オンラインは最大40人に対応しており、時折カオスな光景になることもあります。かなりアクション要素が高く、慣れるまでは難しいと感じられる部分もありますが、探索する楽しさやオープンワールドの魅力を十分に感じられる本作です。第2位、デイズゴーン。全世界で発生したパンデミックにより文明が崩壊し、ゾンビフリーカーが蔓延した世界を描くオープンワールドサバイバルゲーム。舞台は荒廃したアメリカの西海岸北西で、美しい自然と荒れ果てた廃墟のコントラストをバックに、プレイヤーは過酷な日常を自給自足で乗り切ります。本作ではフリーカーがまるで野生動物のような生態系を築き、天候や時間帯によって異なる行動をするため、フリーカーの性質をよく知るのが攻略の鍵。時には300体ものの大群に遭遇することもあります。またフリーカーの相手だけではなく、プレイヤー以外にも存在する生存者グループと展開されるストーリーも魅力的。基本的にはメインストーリーを追いながら、その途中でサブストーリーをクリアしていくというスタイル。広いマップをバイクで自由に探索しつつ、遭遇した敵と戦い、拾い集めた素材で新しい武器や道具を製造していきます。自由度の高いゲームをプレイしたい方におすすめ。第1位、ザ・ロングダーク。本作はゾンビなどの敵は一切登場せず、あるのは極度の寒さ、そして過酷な自然のみ。全ての行動に消費されるカロリーや時間が決まっていて、動いたらその分休憩したり食事を取ったりしないと少しずつ動けなくなっていき、最後には力尽きてしまいます。温度管理も重要で、寒いままだと凍傷になってしまいます。セーブはオートセーブなので、一度死亡フラグが立ってしまうとなかなか巻き返せないのもハラハラドキドキのポイント。さらにマップ内に存在する全てのアイテムが有限で、二度とリスポーンしないため、地域を渡り歩き続けなければ物資は確実に枯渇していくという、まさにサバイバルゲームの名にふさわしい本作。さらに本作の素晴らしいところは、日常の当たり前に感謝できること。近所のコンビニに行くかのような軽装のままゲームがスタートするので、とにかく最初はどうしよう、いかに防ぐかというところが肝になってきます。しかし探せど探せど、靴もジャケットも見当たりません。そもそも家を見つけるのすら困難で、体温はぐんぐんと下がっていく中、吹雪の中半裸でカッポする主人公を画面越しに憂い、ゲームをしている自分の格好を一別したと、服ってマジであったっけと感動できるゲームとなっております。基本的にとても静かなゲームである上、マルチプレイがないタイトルなので、繊細な SE は自分だけの世界への没入感を大いに高めてくれます。火のそばでツールの手入れをしたり本を読んだりしていれば、このエモさは分かってもらえるはず。いつものように家の近くで探索に出かけたら、吹雪に襲われ拠点の数メートル先で凍死することだって可能性としてあるわけで、やはり自然は美しい。白い雪に覆われた厳しい自然の中だからこそ、そこで育つ生き物は美しく、星も朝焼けも綺麗、日はいつでも暖かい。そんな自然をまさにサバイバルする本作、サバイバルゲームとしては100点満点。ぜひプレイ。ということで、いかがだったでしょうか。個人的に海がすごく苦手なので、ストランデッドディープとかもうやりたくないですね。サバイバル系はトラウマを植え付けてくる場合があるので、皆さんご注意を。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターインスタグラムもやってるので登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツ。
でした。ほなまた。